ゆっくり、キツネさんと、マインクラフト PC 実況。今日も始まるよ。どうも、ヌヌです。どうも、ゆっくりキツネだよ。マインクラフト第8回ですね、始めていきたいと思います。今回は何をやるの？今回はですね、この場所に、トイレを、公衆トイレですね、作っていきたいと思っています。あと掲示板とかもですね、ちょっと作っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。場所を決める。今回も建築の様子は早送りでお送りします。解説のゆっくりキツネです。今回のお題がなぜ公衆トイレなのかと言いますと、ヌヌ曰く拠点周囲が田舎にありそうなテーマパークみたいになってきているからだそうです。と言っている間にも、今回メイン素材である石レンガを惜しみなく使うヌヌ。一体どんな公衆トイレができるのか、乞うご期待。床部分を作るよ。まずは床を張るために一段削るよ。こちら側は女性トイレなので、床は磨かれた花崗岩を設置していくよ。入り口部分も一段削って、石レンガハーフブロックを設置するよ。男性トイレは入り口と同様に、石レンガハーフブロックを設置するよ。壁を整えるよ。窓の場所をこの段階で考えていたみたいなんだけど、あまり納得のいく高さじゃなかったみたい。トイレの方が出来上がりました。今回はですね、模様入り石レンガと石レンガの、階段、石レンガブロックを使って、作ってみました。まず入り口部分なんですけども、こういった何て言うんですかね、目隠しみたいなやつがあったなと思って、こういうのも作ってみました。で、横から入るとですね、石レンガのハーフブロックで床部分を作りまして、正面がですね、翡翠欄の方が、男性のトイレですね。で、こちらのコピーの方が女性の側になります。まず男性側なんですが、男性側はそのまま石レンガの作りになってまして、トイレに上がる1段の、石レンガのハーフブロックで、チェストトラップドアのついた、トイレですね。で、こちらなんですけども、トイレットペーパーを再現してみました。こちらは他の動画の方のやつを参考にさせていただきまして、額縁に旗を入れて、石のスイッチを入れた感じですね。で、こちらですね、手洗い場なんですけども、レバーを使って蛇口をちょっとイメージして、こう、なんていうんですかね、手洗い場みたいな感じにしてみました。で、扉は、鉄の扉だと ボタンじゃないと開かないので、ボタンが感圧板になってしまうので、こちらはですね、ダークオークで作りました。女性側のトイレなんですけども、扉は一緒で、床がですね、磨かれた花崗岩だったかな、花崗岩を使いまして、床を張りました。ちょっとタイルっぽくていいかなって感じです。で、男性も女性もそうなんですけども、こういった形で階段ブロックを使ってですね、こう明かりを取り入れるような感じになってまして、こちらもトラップドアを使って、トイレの蓋ですね、だと、あとは先ほどと一緒でトイレットペーパーも再現してみました。こちらも手洗い場はですね、トイレの個室の中にあるような感じですね。イメージ的には、観光地とかにある公衆トイレみたいな感じをイメージしてみました。おまけ、掲示板の方をですね、作ったんですけども、こういった形になりました。ちょっとここはまた別なものを置こうかなって感じなんですが、2段階目の地図ですね、周辺が分かるような地図です。で、もう少しですね、
拠点よりも先のところを拡張していった時にはもう地図を2つ並べてやっていこうかなって感じです。ちょっとこちら絵飾ってみたりとか、あとは上に花を入れてみました。こちらにも花は植えてありますね。はい、というわけで今回は以上となります。ちょっと短いかもしれないんですけども、いかがだったでしょうか。こんなトイレと、掲示板なんですけども、よかったら作ってみてください。チャンネル登録ですね、チャンネル登録、高評価とお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。